はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。さっき継いだ晩酌一号のこの1号から半分もまだ減ってませんけど、やっぱり一人で飲むのんちゃ1号も飲むのが必死、なんつか必死です。一人だと酒っちゃ飲めんもんだの、楽しい話でも誰かとしながらガンガンつっても2号は精一杯なんだけど、そんな感じでなかなか飲めませんけど、無理して飲むことはねえと。それで明日なんですが、伊藤酒店としてこのテラリウム佐渡のオープニングイベントに出店して、味噌炊きちゃんこ佐渡の黒豚入り味噌炊きのちゃんこをやります。しつこいようですがちゃんこをやります。ちゃんこ鍋、どうだ、20歳にプロレス入って、平田さんだったかに教わったのかな。味噌炊き、結構具が10から11種類ぐらい入って、味噌、砂糖、みりんから醤油ちょっと入れるかな。当時は結構味が濃いやつをガンガンみんな食うとったんだと思います。今そう味の濃いのむつごいなと思って食えんのんですが、たまにはそういうのもやってみてもいいかなと思いながら、明日は佐渡の黒豚入り味噌ちゃんこやります。主な材料はその豚肉、里芋、里芋コテコン買ったな、しまった、里芋、ベーコン、キノコ類、しいたけ、えのき、だしにもなる油揚げ、キャベツと白菜、キャベツと白菜が同時に入るっつのをちょっとびっくりしておくんですけど、どっちもうまい。それからネギとニラと豆腐入れたかな、椎茸を入れたな、こんにゃくもまあ板のこんにゃく買うてきて手でもうぐちゃぐちゃってちぎって掘り込むと、まあ荒っぽい感じです。で最後にネギとニラを入れるわけですけど、そのニラもまあこうガサッとちぎって掘り込むっていうのは、そういうやり方をしとって、包丁で切るようなそんなことはしてませんでした、そういえば。で一遍火を通して、沸騰したら出来上がりと、まあ、早いもん順っていうか、その昔は上の門からまあ練習があると食うて、うちらでもまあまあ残って材具が残っとったからよかったですけど、まあもうその昔はやっぱり山本さんなんか言うとったかな、具がねえなって、もう汁だけ、汁と飯だけ、そのちゃんこの汁と飯だけで食うとったこともあったと。そんなことはうちらの時はねえかったけど、まあ楽しみです。明日、外でやるのは久しぶりですから、大きい鍋でごっそり掘り込んで煮てというか、まあ火通して食べてもらいます。明日11時過ぎぐらいから始めると思いますんで、皆さん腹減らして来てください。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。だちょっと寄ってきたな。以上です。はい。